今回はアップルブレッドの作り方をご紹介します。こちらのロール型とケーキ型に入れて作るアップルブレッドの2種類を作ります。どちらか片方を作る場合は分量を半分にしてください。はじめに材料を準備します。分量は説明欄にも記載しています。ドライイーストから離した位置に卵を入れます。ドライイーストに向けて水と牛乳を合わせたものを入れます。ダマがなくなるまでよく混ぜます。徐々にダマがなくなってとろみがついてきます。ある程度混ざったら手でまとめます。台にこすりつけるようにしてこねます。生地を叩きます。叩きごねと片手ごねを繰り返します。生地を薄く伸ばしてみます。生地が伸びるようになったら室温に戻したバターをちぎってのせます。先ほどと同じように台にこすりつけるようにしてこねます。かなりベタつきますが徐々にまとまってきますのでこね続けます。どうしてもベタつく場合には強力粉を少しだけ手に振ってからこねてみてください。生地を左右に転がしてこねます。生地を薄く伸ばしてみて切れなければこね上がりです。表面を貼らせて丸めます。ボウルに入れラップをかけて一次発酵です。オーブンの発酵機能を使う場合は40度に設定してください。発酵中にリンゴを準備しておきます。余熱したフライパンにリンゴと砂糖を入れます。
しんなりするまで火を通します。このぐらいまで火を通したらバットに開けて冷ましておきます。指で開けた穴が閉じてこなければ発酵完了です。優しく生地を押しガスを抜きます。全体の重さを測ります。2等分にします。優しく生地を押しガスを抜きます。表面を張らせて丸めます。ラップをかけて10分ほど休ませます。閉じ目を上にして生地を伸ばします。35センチ ×25センチぐらいの長方形に伸ばします。手で形を整えます。幅35センチ、長さ25センチぐらいになるように伸ばしてください。冷ましておいたリンゴを並べます。生地の手前側に来るように並べます。手前から生地をくるくると巻きます。巻き終わりをつまんで閉じます。巻き終わりを下にします。8等分にします。18センチのケーキ型にオーブンペーパーを敷いておきます。一番高さのある生地を真ん中に置くと仕上がりが綺麗です。巻き終わりの部分は内側にして並べるようにしてください。ラップをかけて二次発酵です。ロール型にする場合もここまでは先ほどと同じです。8等分にした生地をアルミカップの上に乗せます。ラップをかけて二次発酵です。ケーキ型の方は発酵時間に関係なく
型と同じ高さになるまで発酵させます。溶き卵を塗ります。スライスアーモンドを散らします。190度に予熱したオーブンで25分焼きます。溶き卵を塗ります。スライスアーモンドを散らします。190度に予熱したオーブンで15分焼きます。途中残り3分くらいで天板の前後を入れ替えると焼きムラが少なくなります。